どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 JAL がプレスリリースをですね公開いたしまして、2023年の4月12日から10月の28日のね搭乗分の運賃自体をですね発表いたしましたので、今回はですねこちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで今回ですね、発表された内容は2023年の4月12日から10月の28日ということで、2023年なんですよね。今年は2022年ということで、今回ね話す内容に関しては来年の話になりますんで、この点はね注意していただいてですね、 JAL 乗られる方はですね結構影響あるかなというふうに思いますので、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで前回ね解説した通りですね、 JAL のね運賃種別っていうのはこういった形でですね変わるんですよね。今のね現行の主要運賃ラインナップは大人運賃、特便、先得、スーパー先得、ウルトラ先得っていった形で、まあ、分かれてるわけなんですけども、こちらはですね新主要運賃ラインナップということで、フレックスっていうのとセイバーでスペシャルセイバーということで、この3つの括りにね変わるっていった形になってるんですよね。でですね、先日プレスリリースで2023年の4月12日以降のですね細かい価格がですね発表されたっていった形になります。で今回ね発表された搭乗期間はですね、2023年の4月の12日から2023年の10月28日までっていう風になります。またねセイバー、スペシャルセイバー、往復セイバーに関しては2023年の4月の12日から6月30日までっていう風になっております。で価格自体はですねこういった形で、細かくねずらっとね記載があるわけなんですけども、セイバー、スペシャルセイバー、往復セイバーとかね、まあ、ここら辺に関してはですねかなりね細かく記載されているわけなんですけども、運賃別ですごいね細かくね見れるようになってるんですけども、やはりねステータス仕様とかねしている身からすると、まあ一番ね気になるのは、スペシャルセイバーですね、75日前のね価格がどういった形に、ね、なっていくのかっていう話なんですけども、ちょっと私の方ですね簡単に調べてみました。でスペシャルセイバーですね、羽田、那覇ですね、まずこの路線だと、スペシャルセイバーだとこちらの表のですね、最低価格っていうのがね書いてあると思うんですけども、ちょっとね細かくて見づらいかもしれないんですけども、羽田沖縄、羽田那覇ですね、最低額がスペシャルセイバー75日前の予約で、15,290円っていう風になります。でこの価格はねどんな感じなんだっていう話なんですけども、今ね、ウルトラ先得でね検索すると最低価格で出てくるのがこの価格なんですよね、9910円ということで、まあ、こちらがですね最低額っていうのがこの 15,290円にですね、2023年の4月12日以降はですねこの運賃が最低価格で適用されるっていった形になるんですよね。そう皆さんねお気づきの通りですね、5500円ぐらいですか、5400円ぐらいですか、値上げされるっていった形になるんですよね。いやこれね結構びっくりしました。こんなに上がるんだと思って、あの最低額ということなんで、まあ基本的にはねこれを下回るっていうことは、まあ、ないと思うんですけども、かなりね値上げがねされていくっていった形になるんですよね。で次にね羽田札幌の場合ですね、現状の最低価格はねこちらになるかと思います。 12,140円で、こちらがですね今のね、価格っていう風になるわけなんですけども、2023年4月12日以降ですね、こちらが 12,210円ということで、羽田札幌路線に関してはですね本当に70円ぐらいですか、はい、そんな大したね値上げはされていないっていった形になります。で次にね、羽田伊丹の場合だとね現状はこちら8110円がね、最低価格っていう風になっているわけなんですけども、こちらがですね9240円ということで、こちらもね1000円ぐらいのね値上げがされるっていった形になりますね。まあこちらは本当にね個人的予想なんですけども、まあ羽田那覇をねここまで値上げしてきたっていう感じを見るとですね、まあ人気路線とかねそこら辺をねあの集中して値上げしてきたのかななんていうふうに思うんですけども、ちょっとね羽田那覇の値上げの幅の広さはね本当に結構びっくりっていった形になりますよね。それでは次ですね、今回ね発表された内容にですね、先日ね動画解説出させていただきましたけども、当日のクラス J とファーストクラスへのアップグレード、こちらの価格改定がありましたよね。でこちらの価格もですね2023年の4月12日以降ですね変わるっていった形になります。でちょっとね話を
戻してですね、このクラス J とファーストクラスへのね、当日のアップグレードね、今までは一律ね、1000円、8000円でね、利用することができてたわけなんですけども、こちらはですね、2022年の4月の15日からですね、路線ごとによって値段変わるっていう風になりますんで、こちらでね、詳しく動画解説出させていただいておりますので、まだね、チェックされてないよっていう方はね、こちら見ていただければなと思うんですけども、2023年の4月12日よりですね、さらにね 10% 値上げされるっていった形になります。で、詳しいね料金表はこういった形になっておりまして、2023年の4月の12日以降はですね1100円、2200円、3300円ということで、まあこの値段の区切りはですね、路線によってね変わりますよっていうね話が前回したと思うんですけども、まあそれにプラスしてですね 10% の値上げがねされるっていった形になります。またね、ファーストクラスの方もですね、2023年4月12日以降のね搭乗分より1万円だったものが1万1000円になって、1万2000円だったものが1万3200円っていった形になりますんで、まあ、全体的にですね、2023年4月12日以降はですね、この当日のアップグレード料金っていうのはさらにね 10% 値上げっていった形になります。っていう感じですかね。まあ、今回ね、発表されたのはですね、2023年の4月の12日から2023年の10月の28日までの搭乗分のね、航空券っていう風になりますんで、発売開始はですね、JAL のね、国内線の販売は330日前っていう風になりますんで、今回ね、話した内容のね、価格に関しては、2022年の5月の17日の火曜よりね、販売開始っていった形になります。ということで、今回ですね、2023年4月12日以降のですね、JAL の運賃がね、公開されましたので、解説させていただいたわけなんですけども、いやね、羽田那覇路線ね、めちゃくちゃ上がりますね。本当に今までの、スーパーサキトク、ウルトラサキトクか、ウルトラサキトクより、スペシャルセイバーっていう名前にね、変わるわけなんですけども、1.5 倍ぐらいね、価格が上がるっていう風になりますんで、いや、ステータス仕様ね、されている方で、できるだけ費用を落としたいみたいなね、感じで考えると、やっぱり羽田那覇のね、最低価格をね、狙うっていうの結構ありますので、いやね、結構来ましたね、値上げね。まあ、航空業界もですね、まだね、未だに大変な部分もね、ありますので、まあ仕方ない部分はあるかなと思うんですけども、まあ羽田那覇だけね、この値段の値上げ幅、結構すごいですよね。かなりびっくりしました。まあひとまずね、今回解説させていただいたのは、2023年の4月12日以降のね、搭乗分というふうになりますんで、この点だけはね、押さえておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。